北日本から東日本の上空にはマイナス36度以下の寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっています。このため日本海側は大雪となっており、12時間で降った雪の量は富山で23センチとなったほか、滋賀県米原では46センチと観測史上1位を記録しました。大雪は明日にかけても続きそうです。明日夕方までの予想降雪量は北陸で80センチ、東海近畿などで70センチとなっています。新潟県では除雪が困難な積雪となる恐れがあります。不要不急の外出は控えるようにしてください。また東海地方の平地でも大雪となるところがあるでしょう。交通障害に警戒が必要です。